7月に発表されたロータスエミーラ本日10月29日に日本国内の価格が発表となりました今回は速報ということでウェブからわかる情報をもとにこのエミーラを解説してみたいと思いますまた既存ロータスのオーナーとしてこのエミーラに思うところをね合わせてお伝えしたいと思いますそれでは日本国内の正規輸入元 LCI のホームページから情報を見てみようと思います えー、ロータスエミーラ V6 ファーストエディション日本発売決定とあります、えー、そして肝心のこのファーストエディションの価格なんですが、えー、1353万円だそうです、えー、この値段個人的なんですけども思ったよりねだいぶ高い値段、えー、強気な価格だなというようなね感じがしました、えー、当初イギリス本国ではエミーラは6万ポンド 900万円ぐらいから用意されるというようなことをね、えー、言っていたと思いますそしてイギリス本土でのファーストエディションの価格は7万6000ポンド、えー、約114050万円ぐらいということなので、えー、日本だと200万円だかというようなことになります、えー、まあ当然ねあの輸入コストや代理店の問題とかありますので、えー、高めになってしまうのは致し方ないんですけれども 既存の,そのロータスのオーナーからするとまただいぶ手が届かないところに行ってしまったなとそんなようなね感じに思いますそしてミイラの内容について最高出力は405馬力を発生するスーパーチャージャー付きの3.5リッター6気筒のエンジンですこれはあのエキシージのエンジンをね元にしたということなので えー、まあ同じような特性を持つ車じゃないかなと、えー、そんなふうに思います、えー、このファーストエディションはマニュアルトランスミッションとあとオプションにはなりますけどもパドルシフト付きの6速オートマチックが用意されると、えー、そういうことです、えー、そしてあのエミーラのこのファーストエディションについてのオプションパックは、えー、ロアーブラックパックロータスドライバーズパックコンビニエンスパック ロータスデザインパックと呼ばれるこの4つのオプションパックが標準となっているということです、えー、そしてあと外装の色については、えー、6つの鮮やかなエクステリアカラーというようなことになっています、えー、その色はね、えーまあ、エミーラが当初発表された時のあの鮮やかなブルー、えー、セネカブルー、えー、それとマグマレットヘセルイエロー、えー、ダークバーダント シャドウググレレーーニンバスグレーこの6色だそうです、えー、このダークバーダントってちょっと聞いたことなかったので何かなと思ったら、えー、このねあの緑色の濃い色、えー、この車体色がダークバーダントということだそうです細かいところの装備については、えーまあ、LED ヘッドライトとかね、えーまあ、リアの LED ランプそういうまあ LED ライトを多用しているということと えとエキゾーストパイプフィニッシャーがチタン製、えー、本体がねチタンだったら良かったんですけど、えー、パイプフィニッシャーはチタン製というようなことが書いてあります、えー、あと電動調整式可動式のヒーテッドドアミラーとか、えー、あとリアパーキングセンサーとかがも含まれているという、えー、そういう感じです、えー、既存のロータスからするとねだいぶ豪華便利になったなというような、えー、そんな気がします えー、それとロアーブラックパックが標準装備ということですけども、えー、ロアーブラックパックこの下のところがちょっとブラックになっているというような感じで、えーまあ、ランボルギーニの裏感みたいなね、えー、感じの、まあ、下側をちょっとえぐったようなね、えー、形に見えるというそういうあのカラーリングのことだと思いますあとインテリアトリム等は7種類から選択が可能となっています この辺も追加料金はかからず、ファーストエディションは込みだというようなことですね。えーまあ、ステッチとかその辺の色違いとか、そういうのがまあ自分の好みに応じて組み合わせができるという、そういう感じだと思います。そしてシートの方が電動シートとなっており、シートヒーターも備わっているということだそうです。プリセットメモリーができるとか、 えー、あと、エアコンの内容とかがまあ細かくできるような、えー、そんなようなことが書いてあります、えー。クルーズコントロールとかキーレススタート、えー、そのようなものも、ね、入っているので、えーまあ、だいぶ現代の車に近づいたなと、えー、そんな感じです。えー、あと、スマートフォンとの、まあ、Bluetooth の接続、Apple CarPlay とかですね、えー、そういうものが、えー、装備されていると。 それと、オーディオがね、KEF のプレミアムサウンドシステムとか、そういうのがまあファーストエディションには組み込まれているということだそうです。それとあと、ダッシュボードのところのね、12.3インチの TFT ディスプレイとかね、そういうものも装備されています。そして、4つのオプションパックが、このファーストエディションは標準装備ということなんですけれども、 えー、ロータスドライバーズパックというのはこの、えー、サスペンション、えー、スポーツサスペンションとかツアーサスペンション、えー、あとタイヤとかがね、えー、何種類か組み合わせによって選べるというようなことです、えー、デザインパックに関してはプライバシーガラスとか、えー、アルミのペダルパッドとかですね、えー、ブラックのアルカンタラインテリアヘッドライティングとか あととブレーーーキキのののャリパーのカラーとか、そういうものだそううういもだです。コンビニエンスパックというのはフロントパーキングセンサーリアのリバースカメラとか右キカ感知ワイパーエアロブレード自動調光のバックミラーとかドアミラーそのようなものが追加になっているというようなことだそうです えー、そしてあとオプションとしてその6速のオートマチックトランスミッションパドルシフト付きが、えーまあ、選べるわけなんですけれどもこのオートマチックに関しては、えー、オプションで34万1000円だそうです、えー、それなのでオートマチックだと、えー、車両価格1387万1000円ということになります そしてもう一つのオプションはルーフパネルとかフロントエアブレードフロントスプリッターサイドシルリアディフューザーエキゾーストテールパイプフィニッシャーロリアのロータスバッチとかそういうのがすべてあのブラックになるというそのフルブラックパックフルブラックパックというのがありますこのフルブラックパックってのにするとオプションが23万1000円だかというような 形になっています今までのロータスだとオプションっていうのがそんなにねあの細かく設定はできずに、えーまあ、パックオプションみたいな感じでね、えーまあ、あらかじめその予測されるものがついた状態でつ、まあ、るしの状態で売るというような、えー、そういう形が多かったと思います、えーまあ、ところがエミーラーに関しては、ね、あのユーザー側の事の細かな要望にも対応ができるという えー、そういうような受注状態をとるみたいな感じです、えー、もちろんあの在庫としてね、あのーまあ、ある程度売れ筋のものをそのディーラー側として、えー、仕入れてくるというようなそういうことはするのでしょうけども、えー、こだわるということであればいろんなものがから選択ができるというようなそういう設定になってます、えー、これはあの、まあ、ポルシェみたいにね、えーまあ、いろんそのトッピングしてどんどん高くなってくるとかね えー、そういうような感じでもあるんですけども、えーまあ、さほどそのパック内容を見るとね、えー、高いというような感じはしないので、えーまあ、大体この、まあ、ファーストパック何でもついているというようなこれを選んでおけば満足できる状態なのじゃないかなと、えー、そんなようなパッケージで出てきてます。 そしてミイラのこだわりとかについては、えー、まあこういうねあのホームページの方であのコンフィギュレーターから設定して好みのものを作るというようなそういうこともできるようになるみたいです、えー、とりあえずあの本国の方のコンフィギュレーターは使える状態にはなってるんですがこれね日本の方の国内でできるかどうかその点についてはまだ未定というような感じになっています今回ミイラで価格が発表されたことにより 今後エミーラの,そのグレードバリエーション、まあ、それの価格設定の指標というか目安にもなると思いますこのエミーラからもっと簡素化した安いバージョン、まあ、そういうものも出てくるでしょうしあともっと軽くしたスポーティーなバージョンそういうのも出てくる可能性がありますあと AMG のエンジンが積んだその4気筒のねモデル これがこの V6 と比べて、まあ、果たして高くなってくるのか、安くなってくるのか、ちょっとその辺は全くわからない状態でありまして、この辺もね、あのまあ、期待できるのかどうかというようなことでね、今後も注視していきたいと思います。それとあの、このエミーラの価格が正式に発表となったことにより、既存の,そのロータス車、あの中古のリーゼとエキシージ、 あとエボーラですね。その辺に与える価格の影響、まあその辺はねあの私以前の動画でもお話ししてるたんですけども、いよいよねこれで具体的な動きが出てくるんじゃないかなとそんなような予想をしています。またこの価格の推移、あと在庫の状況についてはまた別動画の方でね解説の方をしてみたいと思いますのでまた次回もねご覧になってみてください。 それでは今回ミイラの速報ということでねお伝えしましたまた次回の動画の方でまたよろしくお願いいたします